これです。ん？あったかいこれ。職業病が出ました。職業病が。え、イノシシ。降りそう。ね、いや多分大丈夫。なんかガサガサっと音がしたね。燃える音が。いいやろ。これだ。これコンロ？コンロにもなるし、そうそう、方向が変わるん。今日はビップ待遇で親方が来るということでストーブ4種類これ大将何作るの？これはね、ご飯炊きよ。もうすぐ炊き上がりです。3号炊きのメスティン。大きいもん。そうそうそう、はい、じゃあこの後あのライブなります。今日は、両県たちと九州の漁師料理親方が、金曜日の焚き火会メンバーとみんなお初メンバーでちょっとポッドキャストというものを味わってみようかなという。はい。はい。そう見て、ほら。本当ね。鹿？いや鹿ね、なんか鳥っぽいのかな。ああ。なんかギャギャって言う。いいよね。はい、ということで、この日は金曜日の焚き火会ポッドキャストのチャンネルに、九州の漁師より親方と呼ばれて収録に参りました。明日2月の2日、金曜日に配信となっておりますので、よかったら皆さんお聞きください。中でしましょうか。寒いし、寒いし、もうなんか中に行っちゃいますので、ストーブ出します。じゃあストーブな感じ。ストーブ。俺ガッツリストーブなんだ。俺焚き火セット買ってきたよ。俺焚き火台で。実は喋りすぎてカラカラやったら面白かったのに。いいですよ、あとでちょっと。じゃあ、はい、ちょっとおいそでいきましょうかね。はい、食べましょう。じゃあ、ゆりゆりさん、ありがとうございました。いや、こちらもありがとうございました。大ちゃんはもうちょっと青空市の時すごかったっすもんね。ああ、そうですね。いや、あれ新聞とかですよ、やっぱ。あ、やっぱりそうですか。量の力ではないで、ね、いや、僕が山中さんに会いに行ったっけんですよ、ね。え、地元の二人ともどちらなんですか。飯塚の。飯塚、飯塚。あ、飯塚。生まれが彼は飯塚で。あ、出身が飯塚。まあ、今は文字に住んでますけど。ああ、そうなんですか。はい。はい、うわー、あー、ちょっと。山中さんと撮らない。あ、そうね、一緒に。めっちゃなんか女子会みたいな量ね。はい。じゃあ乾杯。この辺がもうドロッと。ドロッとするんですか。ドロッとっていうか。一応それがオープニングっていうことです。オープニングで。で、オープニングくだらん話をちょっとして。ご紹介させてもらって、うん、何の話します？ビールの話、うん、と漁師の話。そうね、そう、需要あるんですか？僕たちの需要あるん求めてません。そういうの僕らが楽しければ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。寄せに行きませんあのよく言われるのがリスナー置き去りにしてるっていう。あ、なるほど。丸100人には本当こんなくだらんの酔っ払い番組を聞いていただいてるっていうのはすごく嬉しくてですね。けどその聞き流し次
そのたまたま立ち寄った人もおるんでしょ。そう。そうですね。やっぱ視聴回数も出るってことですね。出る出る。はいはい。で今日の配信とかひどいんですよ。今配信してますけど。うんこの話ずっとしてる。ひどいなそれは。それはひどいな。はい。じゃあ始めましょう。はい、始めましょう。俺も使えんし。誰も使えない。いきます。やりながら、やりながらあれ。そうですね、やりながらやる。自己紹介。自己紹介してもらいましょうかね。そうですね。はいはいはい。はい、いきます。はい。金曜日は焚き火の日。金曜日は焚き火の日。金曜日の焚き火会。この番組はサラリーマンキャンパーの両と横山と中富が金曜日の仕事帰りに九州各地のキャンプ場に行って焚き火を囲む番組です。どうも横山です。中富です。両です。いやー寒いですけどね。寒いね。2週連続、うん、素晴らしいですね、はい、素晴らしいね。おこもりキャンプというか、はい。スキンケアやってます。突然ですけど、はい、やってますよ。バッチリ、うん、普通にやってます。何使ってます？化粧水。メラノ CC っていう、全部武田の。武田の先輩は、うん、俺、あのビオレの乳液。ああ、化粧水はつけずに。化粧水を、なんかこの間りょうさんが言ったけ家にあるのをつけ始めた。無印良品。化粧水をね。化粧水を無印。無印乳液を。乳液はビオレ。あ、ビオレ、うん、ちょ、言っていいですか？資生堂でしょ。今年から資生堂ですよ。資生堂のエレクシールですよ。イベントで若い姉ちゃんに言われて、めっちゃ可愛いの姉ちゃんにおすすめされた。ポッドキャストウィークエンドで。そうですよ。やっぱツヤツヤもんね。ほら肌見て、ほらもともとツヤツヤ。ツヤツヤって手が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 。場所言いましょうか。はい、あ、もう行っちゃう。はい、そんな話はどうでもいい。いいです。そうどうでもいいよ。福岡県古賀市の薬王寺の薬王寺オートキャンプです。またかよ。もうずっとここでしか専用寺キャンパーね。山中大、今日から大ちゃんで。大ちゃんで。大ちゃん。ゃんね、そう。いいですか大ちゃん。今日で、ね、両さんたちとは3回目。3回目か4回目。会うのですね。そう、会うのが。いつも山中さんって言われるのがちょっと。あ、もうやめて。うん、なんかもう嫌われとんかなーって。そうだ。そろそろなんか相性が。ああ。じゃあ僕のことキョンちゃんで呼んでもらって。キョンちゃんで。あ、いいですね。キョンちゃん。キョンちゃん。え、なんで？僕両教授なんですよ。あ、うんうん。でこれをヤンキョンさんなんです。ヤンキョンソン、ハングルで読んだ。はい、ハングルで読んだら。そしたら、キョンちゃんじゃないですか。あ、キョンちゃん。キョンちゃん、キョンちゃん。なるほど。キョンシーのキョンちゃんじゃなくて。そう、まあ、キョンシーのキョンでもいいですけど。じゃあ、僕が山ちゃんって言われるようなもん。そう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 。そうそう。大ちゃん、大ちゃん。大ちゃん。じゃあ、キョンちゃん。イェーイ、大ちゃん。はい。筑豊でホップを育てて。そうね。そう。あの、サラリーマンしながら、3年前から農業を始めて。あの、はい。しかもあれですよね、農業を。その通りで、その通りで、まあ、本職がありますんで。何年前からしたんですか？畑はもう3、4年前、3年前ぐらい、4年前。まあ、ちょっと、あの、よりよりの兄貴が待ってる。そうそう、待っとるね。そうそう、長かった。よりよりの兄貴が深掘りする時間はなかったね。全然いいですよ。もう一人が、僕の、イノシシ先輩と呼んでいいですか？はい、の漁師の大先輩、はいはい、いやいや、そんなことない、全然そんなことない。全然そんなことない。よりよりの兄貴です。はい、じゃあ、自己紹介。北九州で、はい、山の方の漁師となっております。九州の漁師、よりよりと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あの、YouTube の方も、ね。あの、猟犬たちと九州の漁師、イノシシハンターチャンネルと、まあ、YouTube を運営をしておりまして。そうですね。はい、おかげさまで、チャンネル登録者数が5万人以上です。5万人以上っすよ。大変ありがたいです。5万人ってすごいね。すごいっすよ。いやいや、そんなことないですよ。僕見てたありがたいです。本当に。あ、マジっすか。もともと知り合いとか、どう、なんか関係ないしに。うん。あの、イノシシに興味持ち始めた頃に、イノシシって検索かけたら、出てくるんですよ。そうですか。マジっすか。ありがとうございます。よりよりさんの。で、あの、大ちゃんと知り合いになって、イノシシイノシシって言いよった頃あったじゃないですか。ああ、言ったね。あの、ジビ腹をしてた。みんなにジビを勧める。そう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 。イノシシいいぞって言ってた頃があって、で、その頃山中さんは餌食になっちゃって、大ちゃんが。ね。ね。で、そう、クラフトビールを作り始めて、ちょっとあの、西日本新聞のエリアセンターのマルシェに、あの、お声掛けをいただいたと、ご縁で。その時に餌食になったっていうか。で、うかつにも
僕の幼馴染にあの漁師がいるんですよって。あらもうその流れからの、はい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 、そうそうそう、ああそうですか。で、りょうくんが、あ、きょんちゃんが狩猟を取りたいと。そう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 、はいはいはい、はい、で、なんかその罠とかジビエが好きから、そうそうそう、からジビエ料理が好きから入っての漁師を目指すっていう。いや、素晴らしいと思いますよ。いやいや、はい、まだ一匹も取れてないですけど。いやいやいや、これからです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 。よりよりさん、いつから漁師やってるんですか？もう4年ですね。はい、まだまだあの青2歳で勉強中でございますけれど。いやいやいや、4年なんすか？そうですよ。もうなんか十何年やってそうな感じですけど。ああ、そういう態度はでかいところがあるんですけど。で、いやいや、そんなことないですよ。もうまだ4年の、まだ駆け出しで。あの漁のスタイルがかっこいいんですよ、やっぱ。ワンちゃんたちに、ね、猟、う、犬、ん、に。そうですね。へぇ、イノシシを追わせて。そうですね。うん、あの、狩猟はですね、はい、罠と網と、はい、猟銃とありまして、はいはいはい、僕はあの猟銃で、はいはい、で猟犬を、まあ、今現在4頭飼育しておりまして、すごい、はい、まあ、猟犬たちと山に行ってイノシシを取ってるような感じですね。力、ああそう、最初は家臣ですね。家臣、家臣、はい、家臣、力、アスカ、チグサ、そう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 、はい、どういうやり方で取るんですかそれ。基本的にですね、はい、僕はまあ2通りのやり方やってまして、はい、1つは猟友会の猟友のメンバーたちと山に行って、はい、まあ、グループで有害鳥獣駆除をやるというスタイル、はいはい、あとは僕一人で猟犬と一緒に山に行って、うん、あ、なるほど、2つやってます。分かれたんだっけ。そうそうそう、2パターン。へー、犬を連れていくパターンと連れていかないパターン。いや、家臣力っていうのが、うん、有害鳥獣駆除用の、はい、まあ、グループ猟で使える猟犬の種類なんですよ。ああ、はい、そうなんですね、はい。で、まあ、アスカとか、まあ、チルさんまで子犬なんですけど、はい、は単独量で使えるような、もちろん有害でもグループ量でも使えるんですけれども、はい、まあ、単独量とかに特化した、まあ、研修なので、僕は単独量で行くときは今ほとんどアスカと一緒に来てる感じです。へえ、はい、でも猟犬になれるわけじゃないんですよ、はい、先祖代々猟犬。へえ、そうなんですよ。でもう DNA からもうイノシシを見つけたら吠える、あ、今分かってるんですよ。だからその特別に何か教えたわけじゃなくて、もともとそういう生まれ持った才能、そう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 、で、僕の場合は猟犬と山に入って、はい、猟犬が先に行きます、はい、で僕が後からついていきます、はい、で猟犬がバーッと離れて、はい、イノシシを見つけたら吠えます、はい、で吠えて止めているわけですよ、うん、でここにいるよって教えてくれて、僕がそこまで行って、はい、鉄砲で撃って取るっていう、まあ、スタイルですね。今簡単に言ったんですけど、まあこんな簡単ではないんですけど、ね、まあそんな感じ で、ね、はい、要は猟犬がワンワン吠えるとびっくりしてストップするってことですか。そうですね。あと基本的にイノシシの方が強いんで、はい、犬の方を舐めてるわけですよ、はい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 、ですのでイノシシは止まってるんですよね、はいはい、でワンワン吠えると僕がそこに気づくので、はい、そこまで頑張って寄っていって、はいはいはい、でイノシシと猟犬がやり合っているところを鉄砲で撃つと。へー、そんな感じです、はい、すごいね。すごいですよ、なんか鉄砲で撃つの。なかなかやっぱり難しいんですよ。いや、僕が見た動画、今日来るときさ、もう見てながら来たわけですよ、はいはい、ああ、そうですか。だから、今の話を聞いた人もそうだろうと思うし、うんうん、僕もそう思ってたんだけど、うん、ね、ある程度遠くから、うん、なんていうの、こう映画で言うとスナイパー的な、はい、ハントをしてるんだろうと俺思い、イメージ、そうじゃない、中富さん。そうね。そう思う。コモシカみたいな。その、うん、遠くでね。なんかさ、うん、こう、例えばこう、映画だったら、ビルの上からスナイパーが狙ってますみたいな雰囲気かと思ったら、もう、襲いかかってくる、そう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 、イノシシと、なんか戦いながら撃つみたいな、すごかったよ。まあそうですね。そうっすよね、はいはいはい。僕のイメージは、うん、アニメの流れ星銀のようにワンちゃんたちがイノシシに噛みついて、そういう猟犬もいますよ。あ、俺もいるんですよ。ファイタータイプ、どっちかというと家臣がその系統に近い。あ、大きいさね。だから怪我もやっぱり多い。そうです、怪我もやっぱりやられるね。なるほど。結構近距離 で確かにそうだなと思ったんですけど、一頭とは限らないわけじゃないですか、相手が。あ、そうですね。だから見たのは、はい、一頭追いかけて撃ちを間にもう一頭が襲いかかってくるわけです、うんうん、あ、はい、あれを見たんですよ、はい、俺びっくりして、あ、はい、で、はい、危ないところでしたとかってこう言いよるけど、ね、本当に危ないところですよね。あ、そう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 、いや、牙に刺されたら大変なんでしょ。大変ですよ、はい、
だから、あ、こういう世界なんだと思って。そう、うん、それって駆除のが目的にはなるんですか。もともとはそうですね、はい、やっぱりイノシシの被害が多いんで。あ、はい、あれすごいですよね、イノシシの被害。あ、そうですね、うん、猟銃は散弾銃なんですけれど、使ってる弾は、まあ、一発弾、まあ、スラッグ弾っていう、はいはいはい、あの散弾しないんですよ、散らないんですよ、はい、やっぱ散ると猟犬に当たると危ないんで。あ、そうそうそう、はい、ですので一発弾なんで、やっぱりなかなかやっぱり当たらない、うん、難しいところはありますね。全然知らないあれで言うんですけど、銃って難しいんですかね。猟銃所持許可ってのがいるんですよ、はい、それはちょっとマジで勉強せんと受からないです。そうなんですね、学科が難しいです、うん、あと、まあ、犯罪歴やったりとか。ああ、まあまあそうですよね、はい、自分自身に犯罪はなくても、まあ、同居に、例えばその奥さん、ご主人とかにとか、まあ、お子さんとか、そういうのにあったら、まあ、ちょっとまず取れないと思ってもらっていいと思います、はいはいはい、ちなみにその試験官見た人、人間性見たりは。まずはやっぱり学科、学科で受かって、その後に人間性。人間性、あ、やっぱあるんだ、もちろん。じゃあ、りょ、きょんちゃん、無理じゃ大丈夫か。いやいやいや、僕はもう人間性し、人間性で生きてきたようなもんねやから。近所付き合いとか、近所全部調査入るんで。入りますよ。そうそう、あ、そうなんだ。あちらのきょんちゃんが猟銃を持とうとしてますけど、やめたほうがいいですよって。ね、そう大丈夫ですか。うちの場合は多分みんな冗談でやめたほうがいいとか言って。だって短期とかやったらもうダメでしょ。あ、そうです、家庭内トラブルを抱えてますとか、ご近所トラブルを抱えてますとか、はいはい、借金取りが家に来てますとか、あとそのね、ちょっと怖い系のお兄さんが出入りしてますとかってあったら、もうまず取れない。でも狩猟免許とか取り行ったら一緒なんですよ、うん、会場。あ、はいはいはい、銃取る人と、ね、うん、で銃取ってる人が誰か分かるんですよね。ほうほう、なんで、残る時間とか分かる。あ、そうで見よったらこうバッチリこう模様が入った人とかが、大丈夫ですか。本当取ったりしてて、それ本当それできるわ。それこそ今の話は NG でしょ。でも狩猟免許とまた違うんですよ。狩猟免許と猟銃所持許可って違うんですよ。そうなんだ。重量の狩猟免許は誰だって通るんですよ、ね、まあちゃんと猟友会の講習会を受ければですね。ファッションでこう絵描きの場合も、はい、そう、模様入っちゃって、所属しとるか、まあまあ、いや、わかるよ、うん。でも警察さんに対して心証は良くないですよね。まあまあ、そうだよね。いろいろ絵描いてますよね。はい、おおと思ったよ。チャラいとかは大丈夫。大ちゃんやばいね。だけどね。やりかしたぞ俺は。ガチイノシシ取りたいんだよ、だから。ああ。多分厳しいと思いますよ。理由は必要ないんですよ。警察が断る必要はない、理由は必要ないんで、あ、もうこれダメですって言われたらもうそれ終わり、もうそれで終わりですね、はい、で生理的に無理っていうこともなきしもあらずですから、その辺はもうね、もう本当にすいませんと、ね、よろしくお願いしますみたいな低姿勢で挑むべきですね。まあ、人間性を見るってそういうことですね。もちろん人間性見ますので。警察官なんですね、相手は。そう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 、警察官ですけど、向こう側には公安委員会があるんですよ。あ、窓口が警察官なだけで、はい、取り扱いは公安委員会なんで。すごい世界だね。でそんな僕らは、はい、実は幼馴染、そう、幼馴染っていうね、はい、幼馴染だからね、紹介してもらったっていう。昨年から僕も実は YouTube チャンネルを始めてまして、はい、チップホークラフトそのままでやってるんですけど、はいはい、ビルの名前で、はいはいはい、やっと今年1年経ってようやく3000人の登録。すげえ。もう親方にはちょっとちょっとモンスターが集団にも、いやいやいや及びませんけれども、そんなことです、そんなことです。さっき自己紹介で言い忘れてたけど、はい、それで畑でホップを栽培しだして、うんうん、でクラフトビールの事業を、うん、福岡県の筑豊飯塚っていう町で育てたホップで、うん、で去年キャンプファイヤー4月、はいはい、クラウドファンティングの、はいはい、キャンプファイヤーですね、はい、それでスタートを切った。そうそう、すごい。本当に今ネット販売を中心にミニマムというか、はい、まあ、小さくやってるんですけれど、はい、そういった感じで、で農業に今から取り組んでいこうかなということで、うん、はいはいはい、で今年からはもうお米作りとかも、すごいやる、サラリーマンは続けて、サラリーマン続けてます、ね、あ、そういうことなんですね、大ちゃんすげえんですよ。そうなんです、二足のわらじ、相当パワフルなんですよ。パワフルすぎですよね。サラリーマンも地域ごともいろんな
役とかもやって。すごいですね。クソ忙しいでしょ。そうです。もう来たボール全部打ち返すぐらい。野球、少年野球時代からもそんなやってたんですよ。全部振るみたいな。全部振って、変化球を変えないし。そういう畑のことやってたら、やっぱり僕も有害鳥獣に悩まされたりとか。そうか、そう。数年前からカレーとあの、うん、より方とは、うん、お仕事とかでも、まあ、顔は何十年ぶりかに会ったよね、2、そうですね、3、子供以来、うん、子供以来、マジですか。であ久しぶりっていう話してたら YouTube のお話になって知らなかったんです、その時まで。そうそうそうか、すごい。でここ最近ここ23 YouTube 僕が始めて、はい、あ彼が YouTube やってるのは知ってたんですけど、あ、そうなんですね。で漁師さんだから、はい、同じくそういう耕作放棄地、うん、いわゆる遊休農地っていう、うん、はいはいはい、僕もやっぱやりづらい畑がやりみんな手放していくんですよね、はい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 、やっぱあの手入れがしにくい場所とか、うんうん、お年寄り高齢の農家さんとかってやっぱ体がなかなかついていかずに、はい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 、農業離れっていうのがあって、うん、そういったところをちょっと有効活用したいと思って、うん、それに向いた農業をしようと思ってホップ作りを始めて、でそれから町おこしっていうかその地域のお酒、うん、クラフトビールを作りたいと思って、で、あの酒販免許、お酒の免許とかも独学で取られたんですね。独学で、はい、確かね、書士さん使わず、うん、頼まず、お金もない、時間もない、うん、まあ、時間だけど書士さんに頼んだ方が早いんでしょうけど、そうですね、で、やっぱり自分が理解したいのもあったんで、うん、莫大な書類を、莫大な結構な、60ページぐらいのパンフレットを全部、うん、あの熟読して、うん、それから書類作り上げていかなくちゃいけないんで、うん、やっぱちょっと数字的なものは弱いんでちょっと間違えちゃいましたけど、ちなみに身近にクラフトビール作ってた人いたんですか。いや、いませんね。すごいね。後々あの結構年配の方々は、はい、もう時効なんだけどもう数十年前、あー、なるほど、には自家製でやってた方が昔の方は、そうそうね、闇酒っすね、闇酒みたいな。なるほどね。それでビールやってる人ってなかなかいないですよね。なかなかおらんなって、ね、そういう方いたの。ドブロクは聞くけど、ドブロクは大ちゃんはでも、うん、無農薬でホップとか作ってるわけじゃない、うん、そ、無農薬って大変じゃない、うん、草刈りがまず大変。草刈りまあまあまあ、そうだね。結局全部草刈っ地獄って言われた夏あった時に、そんなに虫にやれることはないんやけど、あとアブラムシとかにはもちろん疲れるけど、まあ巣ぐらいでよくて、そんなに天敵って多分その近場でやってる人がいないんで情報がなくて、なるほど。で鹿に1回食べられたことがあったけど、まあ歯を5枚ぐらいブチ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 って食ったぐらいで、それからお気に召さなかったかで、なるほど、普段食べないやつだもんで。ただイノシシ君は遊びで倒して回ったり食べられたり、そう、へえ、大変や。そんな感じで大変で、よりよりもやっぱり漁師で、うん、そういう有害鳥獣駆除とか、うんうんうん、畑がやっぱり僕の地元でもイノシシが出るから農業やめる中止とかすごい多いんですよ、やってられんって、うん、なるほどね。でも手塩にかけたそのもち米とかお米を、はいはい、でイノシシってあの泥を浴びてあの寄生虫を落とすっていうやつ、うん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 、あれを田んぼでちょうど水が一滴あるのでガチャガチャにされて、それでもうそういうおじいちゃんたちはもう年やし、うん、こいつらがおるならもう農業やらんわと。そうですね。それでいろんな空いたところとかを今引き受けたりしながら、何かこう社会っていうか、まあそういうことに貢献できないかなって。じゃあ田植えはちょっと手伝いに行かないかですね、今年ね。言ったね。もう言ったね。大丈夫ですか。大丈夫。僕も動画に撮ってますから。田植え手伝い。あの子供連れて。なんかイノシシもしかも昔より増えてるんですか。多いと思いますね。そうそう。じいちゃんたちもずっと田んぼしてきて、うん、畑してきて、うん、今頃になってやっとられんっていうのは、うん、昔はそうでもなかったのにってことなんでしょうね。うん、今その里山の問題とかやっぱそういったものもあるけど、うんうん、結構堂々と、いや堂々としますよ、ね、イノシシも逃げん、うん、逃げんか。でうちの地区はあの漁師さんが少なくて、うん、で高齢の方ばっかり、はいはい、よりよりみたいに、はい、あの精力的な若手がガンガン回ってるとことかやったら、はいはい、ね、取るのも大変でしょうけど、はいはい、僕らの場合イノシシを追ってること自体が、はい、本当にとか、もうそこおるけん捕まえてっていう状態なんで、単純に
猟友会も減ってますよね、人が高齢化してて、はい、もう目に見えて少なくなってますね。だから僕みたいな変なやつが入った方がいいんですよ、いっぱい。ただ罠はね、増えてるんですよ。あ、そうなんですか。罠は増えてるんですよ。鉄砲が少なくなってるんですよね。鉄砲やっぱね、ハードルがちょっとこう高いですよね。高いですからね。なるほどね。減ったけん緩めるってわけにもいかんよね。空気銃はまたこれ、空気銃は第2種。第2種、ちょっと軽い、うん、いや、やってることはほとんど一緒。もう第2種取るんだったらもう第1種取った方が、空気銃探す方が大変じゃん。高いもんね。同じぐらいするでしょ。空気銃は多分高い。空気銃は高いですか。真銃とかだと5、60万は空気銃は、まあグレードにもよるんですけど、ポンピング、圧縮とかやったら高い。高い、換算とかじゃなくて、今一番プリチャージっていうのが一番高くて、それはスキューバダイビングの、はいはい、タンクで、はい、まあ、チャージをして、それはすごく威力があるやつだけど、やっぱりそれはやっぱ50万とかするような。でも今空気銃は一昔前だと鴨打ちとか鳥打ちだったんですけど、今は大物の量、要はイノシシとかシカの、まあ、止めさせていって、まあ、罠にかかったイノシとかシカを、まあ、止めるために発砲したり、はいはいはい、メリットはやっぱり音がちっちゃいんで、空気銃、僕たちが使ってる、まあ、装薬銃っていうんですけど、散弾銃とかだとバーンって音がするんで、はいはいはい、まあ、近所迷惑とかにもなるので、今エアライフルが、まあ、ちょっと流行りっていうか、はいはい、うん、ちなみに同級生だから知ってるんですけど、はい、彼ダイビングのインストラクターも、水中銃も撃てるんやないですか。まあまあ水陸両用やってますよ。今度それでイノシシの動画撮ってみたらちょっとバズるんじゃないですか。水中銃やられる、やられる、やられる。すごいですね。なんで昔の話ですよ。若い人の話ですね。スーパーアクティブですね。はいはいはい、あ、すげえ。じゃあそろそろ焚き火会の話を聞きたい。じゃあ塚山さん自己紹介を。ああ、僕の自己紹介。まだ今自己紹介の話だから長いね。とオープニングが今40分ぐらい。いやいやいや、そう、今日焚き火会に呼ばれるっていうことで、はいはい、実はもう昨日一昨日から、うん、ずっと楽しみで、あ、はい、嬉しい。初め焚き火台買ったことなかったんですよ、はいはいはい、けど多分焚き火するんだろうなと思って、はいはい、やり方教えてもらおうと思って、僕薪も割ってきたし、いや、焚き火しましょう、後で。後でしましょう。薪割ったり、あと何、どんなのがいいんだかって、そのブランド物やっぱり最初買えないから、はい、あのホームセンターナフコさんで、はいはい、こうメッシュのやつ、椅子みたいにパッて開くだけがあって、はい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 、あ、これ洗いもいいんじゃないかなと、なるほど、簡単ですもんね、うん、それ、そのタイプでやってみようかと思って。いや、相談してくれたらもう焚き火台から選んだんですよ。たらあのさ、やっと暗くなってきてくる。ちょっとね、いろいろトラブルがね、トラブルすいません、仕事上の。それまであの2人であのインスタライブ、インスタじゃない、ね、YouTube ライブにね、やられてました、ライブ配信やってました。この様子も YouTube で配信されるんですかね、撮ってます、今日は、はい、イエーイ。まあ、あの今の話はあれですよね、焚き火してないからね。そうね、そう、ポッドキャストを聞く皆さんあれですけど、焚き火してませんから。一応ね、もつ鍋を今ずっとやってましたんで、ね、はいはい、じゃあそうそう、はい、ちょっと開けてみます。一回開けましょう、はい、オープン、いきますよ、熱い。まあ、あの電話して迎えに来てもらったりもできますけどね、知り合いに。へえ、うん、そうですね。いや、でも登山すごいなと思って。山登り楽しいっすよ。いや、うん、その